武井さんは人を騙す人や利用する人をどうやって見分けますか？またどうやって断りますか？だって武井さんほどの方ならかなり取り巻き多いと思いますが、仕事や異性などいろいろありますよね。紀州のドンファンとかだって。人を騙す人、俺騙されないら、そう、騙されないの。俺騙されたことないし騙されたとも思わないから、もしなんか言ってたことと違うなとかあっても騙されたとは思わないから、騙されたってなんかさ、相手のせいにしてるけど、結局自分の判断でしょ。なんかうまいこと言ってきた人がいて、その人がうまくできるだろうなと思って何かを預けたけどできなかったっていうのは騙されたとかじゃなくて、その人を高く見積もりすぎてたって自分のミスだから、基本的には。だから別に騙されることもないし、俺を利用しようとする人っていうのも別にあ、どうぞ利用してくださいって思ってるから、ね、タレントなんてさ、利用してもらって初めて価値があるし、まあ、タレントじゃなくても社会で生きることってさ、自分を利用してもらうことだから、うまく、だからなんかそういうネガティブにあんまり俺は取らないんだよね、基本で。なんかどうやって断りますかって書いてあるけど、騙されるようなうまい話みたいな断り方が難しいと思ってるのかもしれないけど、俺はもう何の臆面もなく断るんで、あ、それは俺やんねえわとか、あ、そういうのは俺ダメだ、無理だ、やんねえやんねえって、それは俺うまくいっても気持ち悪いからやんねえとか、変な話、なんかきちんと自分が時間使って動いてしっかりとお金を得るとか経済活動になるっていう活動はするけど、人からちょっとこういうのやってうまく なんとかやりませんかみたいな話は、そういうのはいらねえやんねえわとか、なんかそういうのすぐ断っちゃうんで、だから利用しにくいと思います。本当にやりたいことしかやんないんで、誰に何を言われても、どんな儲け話が来ても、自分がうわどうしてもこれやりたい、自分の人生に必要だっていう、自分の一回しかない人生でこれをやるかやらないかで、やった方が幸せだと思うことしかやんないんで、そんな風なことであんま悩まないし。